昨日夜更かししたさかい、ほなな。よう、学生課から呼び出されたのか。そっか、じゃ俺用があるから帰るわ。じゃな。おう、どうや、一杯やっていかへん。そう来なくっちゃ。ほな、入るで。はあ、もう卒業やな。就職も決まらん俺はどうしたらええねん。マジに、ほんま。就職浪人はできへんし、どないしょう。まだまだ甘いな、学生さん。さっきから聞いてりゃ情けない話ばっかりしやがって、酒がまずくなるだろうが。世間つうのはな、学生さん、おい聞いてるか、非常に厳しいのよ。なんやこのさん、説教なら他でやってや。自分の不幸を世間のせいにしたらいかんよ。なんなら俺のところで働くか。結構です。こんな酒の場の話で俺の人生決められまへん。なんで、この出会いがチャンスかもしれんだろうが。そうやって目の前にあるチャンスに気づいてなかったんじゃねえのか。なんや、気分悪うなってもうた。俺帰るわ。お疲れ様でした。お先に。食欲の秋だっつうのに、学食は相変わらずまずいわ。せやさかい外に行くんや。ほな。もうすっかり秋ね。じゃあね。
いや、いらっしゃい。ゆっくりしていきなさい。いつものやつだね。いつでもおいで。お疲れ様でした。お先に。食欲の秋だっつうのに、学食は相変わらずまずいわ。せやさかい外に行くんや。ほな。もうすっかり秋ね。じゃあね。高宮です。こんばんは。明日の夜、私の家に来て、必ずよ。それから、このことは佐藤君には言わないでほしいの。何やってるの？相変わらず暇そうね、あなた。じゃあね。空いてるわ。どうぞ。私の彼が来るの、今からここに。
これからのこと話し合うの。このまま付き合っていくか、それとも別れるか。あなたに立ち会ってほしいの。私負けそうだから。来たわ、彼が。こんばんは、ショコ。お友達か。ああ、君か。確か翔子の彼氏とか言ってたよね。どうだい、その後うまくいってるのかい。やめて和彦。ふん、どういうことだこれは。何か面白いショーでも始めるつもりなのかい。そうよ、あなたと私にとっては最後のショーかもね。ふん、面白い。ラストショーの開幕ってとこだな。さあ、何が始まる。ふざけないで。私あなたと別れるわ。唐突に。嘘だな、君の本心じゃない。嘘なんかじゃない、本気よ私。君黙っててくれないか。これは私と翔子の問題だ。あなたは社長令嬢としての私ではなく、高宮翔子という人間を愛してくれた。そう思っていた。でも違ったの。何が言いたいんだ。わからない？見てこの部屋を。あれもあれも全部高宮のもの。私がこんなマンションに住めるのも父のおかげなの。自立するための一人暮らしのはずなのに、おかしいでしょ。私はあなたの優しさにただ甘えていただけなの。父が選んだあなたを。冷静になるんだ翔子。そんなわけないだろう。いいえ、あなたも結局私を利用していたのよ。バカバカしい。いいえ、じゃあ高宮でのあなたの今の地位は実力かしら。そうさ、私は学生の頃からエリートだった。そして高宮グループに入社してからも。そうね、あなたは確かにエリートかもしれない。でも気づいたの、彼に対してのあなたの態度、どうしてそんなに辛く当たるのか。あなたは彼を見下しているわ。彼が若いから、三流大学だから、お金がないから。違うわ、それはあなたがエリートだから。あなたは全ての人を見下しているわ、私のことも。誰を通してあなたを見たの。あなたは私を愛していない。話にならないな、とんだ茶番だ。もっと楽しいショーになるかと思っていたのに。ミスキャストだな。今日は帰るよ。今度二人でゆっくり話そう。いいえ。
もう二度と会わないわ。さよなら。よかったのよ、これで。ごめんなさい、こんなことに付き合わせちゃって。一人だと言いたいこと言えなかったわ、きっと。あなたのおかげ、ありがとう。でもまだ揺れてるの、自分の中で。お願い、今日はそばにいてくれない？一人でいるのが怖いの。強がってただけ。本当は寂しかった。ずっと。帰ったんだ、私が寝た後。昨日はありがとう。そうね、じゃあまた。いや、いらっしゃい。さっきまで高宮さんが来てたよ。いい子だね、あの子。うちでバイトしてくれないかな。あ、そうかそうか。今のランちゃんには内緒ね。よ、よく来たな。今日忙しいんだ。悪いな。俺、コウスケ。さっきな、高宮から電話あってな。関係は今までと変わらないけど、でも彼女から電話してくれたんだ。彼女のことはもう少し頑張ってみるよ俺。いろいろありがとうな。じゃThank you.
最近いい男になったわね。いいセンスしてるわ。よ、よく来たな。今日忙しいんだ。悪いな。昨日夜更かししたさかい、ほなな。よう、学生課から呼び出されたのか。そっか、じゃ、俺用があるから帰るわ。じゃな。ちょっと何やってんのよ。邪魔よ邪魔。なーに、もう邪魔しないでよ。太陽が沈んじゃうでしょ。あたしね、この街が大好きなんだ。だから書いておきたいの。あたしが育った街、大好きな人が住んでる町だから大切にしたいの。そうよ、いつも心は芸術家よ。なんちゃって。いつまでいるかわかんないじゃない、この町に。卒業したらみんなバラバラになるし、私だってそれは好きな人に相談するよ。どうすればいいか。今日は邪魔が入ったから終わり。じゃあね。伊達さん元気がないんです。何かあったんですよ、きっと。食欲の秋だっつうのに、学食は相変わらずまずいわ。せやさかい外に行くんや。ほな。せっかくシャンプーしたのに、もう台無し。やなっちゃう。
秋の紅葉が綺麗なうちにね、スケッチしようと思って。いいのが描けたんだ。ダメ、どうせ見てもわかんないよ、あんたには。何揉めてんだよ、仲良くしなよ。おっす、おめえの彼女か、このおてんば娘は。誰がおてんば娘よ、失礼ね、この親父。威勢のいい子だな。こういう子と一緒になると一生頭が上がんねえぞ。大きなお世話よ。じゃあね。よう、どうした、珍しいな。そうか、別に何もないさ。じゃあな。わいが頑張り屋さんちゅうんは今日に始まったことやないで。わいはいつも輝いとるがな。学校帰りにちょっと出てきたんですけど、一人じゃつまらなくて。よかったらどうですか？一緒にお夕飯とか。よう、見せつけてくれるじゃねえの。よう、そんなやつほっといて、俺たちと遊ばない？ほら、何コソコソしてんだよ。ほら、姉ちゃん、行くぞ。待て、こら！びっくりしましたね。ドキドキしちゃいました。逃げ足、早いんですね。置いてかれちゃうかと思いました。
任せて。スポーツで鍛えてますから。そうですね、じゃあまた。はい。こんばんは。一人？よかったら一緒にどう？あのね、予感がしたの。誰か来るって。でね、頭に浮かんだの。あなたの顔が。本当よ。だから、なんだか嬉しくって。楽しかったわ。じゃあ、お、や、す、み。あ、俺や。もうあかん。俺の人生、お先真っ暗や。そんな真剣なもんだよな。なあ、今から来てくれへんか。相談したいんや。すぐやで、すぐ。待っとるからな。すまんな、急に呼び出して。どないも来ないもん。夕方な、大阪の実家から電話があったやん。でな、大学卒業したら家を継げっつーねん。この不景気なご時世、就職浪人でもしたら決定的や。お寺の坊主やで、俺に勤まるわけないや。なあ、どないしよう。気楽に言うなよ。修行はつらいんやで、ほんま。耐えられんわ、俺。結局、自分で道を切り開くしかないな、正味な話。お、どうだ、たまには付き合えよ。照れくさいけどな、お前のこと親友だと思ってるよ。酔って言ってるんじゃないからな。素直な気持ちでそう思う。これからもよろしく。じゃあな。
まっすぐ帰れよ。いらっしゃい。どうせ暇だからゆっくりしてきなよ。あ、私帰るとこ。じゃあ、マスター、さっきの。わかってるよ。またおいで。なんでもないさ。君は幸せ者だよ。よく来たな。今日忙しいんだ。悪いな。最近いい男になったわね。いいセンスしてるわ。よ、よく来たな。今日忙しいんだ。悪いな。